日本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギターご存知かんじゃねえ。てこまやということで、今日も早速やってこまい。ということで、今日はそうです。インクレディブルジャズギタリスト、ウエス・モンゴメリーから学べ、ウエスフレーズやっていきましょう。はい、ということで、今日はそうです。16分のどれが早いフレーズになっております。こちらどうやってウエス・モンゴメリー弾いているのか、どういう考えでやってるのか、どうやって芝見たらいいんだっていうのは、これからゆっくり解説やっていきます。最後までお楽しみください。ということで、フレーズを練習する上で大事な3つのポイント最初に言っておきます。1つ目はコードポジション、2つ目はコードトーン、3つ目はスケールとなっております。こちらの3つのポイントどうやって使っていくんだというのはこれからゆっくりやっていきますので。はい、では早速フレーズやる前にですね、準備段階として必ずやってほしいことがあります。必ずなんだといつもうるさいわと、はい、うるさいかもしれませんがやっていきましょう。はい、コード進行をまず弾きましょう。いつもやっとるわと、はい、やっとるかもしれませんが、ちょっとポイントがずれとるかもしれないので一緒に見ていきましょう。で、こちらの技術、ジャズでどれぐらい重要なものとなっておりまして、慣れていただくとですね、キー変わったりした時、簡単に転調することができます。で、こちらについて詳しく興味がある方がいましたら、僕が以前アップロードしたフレーズの練習の仕方という動画で詳しく語っておりますので、で、この動画では簡単に説明していきますので、この動画が終わった後に興味ある方はぜひぜひ見ていただければと思います。で、コード進行を弾くといっても、コードのこのフォームを覚えるのではなくて、コード進行、この流れ、この響きを徹底的に頭の中に入れていきましょう。で、その上でフレーズを弾くというのはとても大事になります。はい、いつ何時でもコードとフレーズを一緒くたに考えるというのがすごい大事になります。で、まず最初にコード進行をどうやって弾くんだ、何でもいいんです。はい、今ちょっと余分にやりました。なんで余分にやったかというと、コンピングなど興味ある方はぜひぜひこういう感じで楽しくやっていただければと思います。もちろん四つ切りでも全然構いません。ワン、ツー、スリー、フォー、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 ワン、はい、という感じで、まずしっかり頭の中にこの進行の響きを入れてください。はい、大変お待たせしました。それではフレーズの解説の方に行きたいと思います。で、最初に言った3つのポイントを覚えてますか？その中で1つスケールございましたよね。どのスケール使うんだ。はい、モードスケールっていうのを使っていきます。で、まだモードスケールよくわからんよという方が見えましたら、ぜひぜひ僕が以前アップロードしたモードスケールについての動画ありますので、そちら見ていただければと思います。もちろんこの動画では簡単に説明していきますので、この動画が終わった後にぜひぜひよろしくお願いいたします。で、1つ目、コードポジションでしたね。コードポジションどうやって決めるんだ。ギターって同じ音が違うところにあったりして親になってまうがね。みたいにいろいろできるじゃないですか。で、極端なこと言うとどこでもいいんですよ。で、ギターの場合だと6弦ルート、5弦ルート、このあたりが慣れてるので、この辺で探すとがいいと思います。で、なおかつ真ん中にあるところがよりよりこの移動しやすいからね、いいと思います。で、フレーズによるんですけども、今日はとりあえずここで見ていきましょう。5弦ルートのところですね。E フラットマイナス7のところですね。なので、こちらではなくて後ろ側のこういうポジション、5弦ルート。で、これ、ケイゾシステム C フォームのマイナーバージョンでいう感じで見ていきます。ね。なので、コードポジション行きましょう。1357、13571となってます。で、スケール、E フラットのドリアンスケール使っていきます。という感じです。はい、ということで3つのポイント揃えましたので見ていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ここまでが E フラットのセクションになってます。なので、ここ最初、ナインスから始まる、こういう音ですね。ナインスから始まって、マイナーサード行って、ヨード行って、5度行くのかと思ったら違います。フラットフィフスを弾いてます。あれ？さっきのコードトーンとスケールに入ってらんがやと。はい。入ってないんです。なんでかというと、もう、ここの速いフレーズの時に、彼は5度7を意識しているので、このオルタードというところを意識しております。なので、E フラットマイナーのポジション、
やってもあんまり意味がないんですね。だけども、でも最初から5度だけを見ていくと、この2度マイナーのところの感じが薄くなってしまうので、一応見ていきます。なので、このナインスの響きをやりながら、次やるんだけども、このフラットナイン、A フラットセブンのフラットナインを意識しながらやってます。ね。なので、ナインス行って、マイナーサード行って、ヨード行って、フラットフィフス。ね。フラットナインスなんだけども、また戻って、ヨード行って、マイナーサード行って、ナインス行って、1度行って、7度行って、これ、フラット3度と見せかけて、次が、ここ。A フラットセブンのメジャーサードなので、ここのターゲッティングをやってるということになります。なので、基本的には、ここのドリアン見ながら、ね、という感じで見ていきます。なので、最初からここの5度だけを見ていくよりも、この2度を返した方が応用もしやすいので、そういう感じで見ていくとよりよりいいかと思います。では次5度7に行きましょう。こういうポジションですね。よくある6弦のとこです。で、高トーン13571357 1となってます。では、スケール A フラットのミクソリディアンです。という感じで見ていきます。では、行きましょう。1,2,3,4となります。なので、最初メジャーサード行って、1度行って、メジャーセブンス出てきます。あれと。まあいいや。飛ばして、ここ6度、13度行って、7度行くということになります。ここまで見ていきましょう。このメジャーセブンなんだというと、一応、バリハリセオリーの中の、この中で、表拍、コードトーン、それで裏拍にそれが1で裏拍、メジャーセブンでセブンス、表拍。ね、そういう感じであるんだけども、ここの場合、表拍に入ってるよね。ワン、ツー、ね。なんでだというと、大きく見ると、ね、この2拍のとこで、このセブンスのとこに行ってるターゲッティングだよ、というところで使ってます。なので、原則表拍にコードトーン、裏拍にコードトーン以外のものとありますけども、こういう使い方もできますと。トーン。で、ここ8吹いて、次16分また行くね。これ、サードと16度。あ、16度じゃない。13度と6度ね、同じだね。で、ここ半音下がると13度。オルタードテンションだね。で、この後、3度行って、4度行って、5度。これなんで使えるんだ？これ低いところで見るとよくわかんないかもしれないけども、みたいな感じで使っております。ね。なので、オルタードを低いところで使う。なかなかないよね。なので、すごいここでインパクトが出ますね。低いところなので余計に。あとは、こうスケールで上がっていくということですね。5度までいって、6度、7度、1度。で、ナインスいくと。で、ここまでが5度セブンスのところになります。という感じです。で、次トニックいきましょう。ここ見ていきます。なので、ここのポジション見ていきましょう。コードトーン13571357 1となります。で、スケール。アイオニアスケール。まあ、メジャースケールですよ。という感じで見ていきます。では、行きましょう。1、2、3、4、1、2、3、という感じになります。で、ここは、もう見た通り、3度から行って、5度行って、メジャーセブン。で、コードトーンだな。で、ここから下がっていくと。で、6度、5度。で、4度経由せず、3度行って、ナインス行って、1度。で、メジャーセブン、6度、で5度、4度、3度で止まると。で、次その後、メジャーセブン行って、セブンス行って、で、どえらいとこ行ったね、これね。フラット13度行って、5度行って、4度行って、メジャーサード行って、メジャーセブンス行って、1度に行くという感じになります。で、
ここは別になんてことない、トニックのね、コードトーンスケールフレーズだね。で、この後で、ここメジャーセブン行って、セブンス行って、フラット13度行って、5度行って、4度行って、メジャー3度。ここなんですけども、ここね、なんだというと、実は5度セブンスのフレーズを弾いてます。なんで A フラット7としてこのフレーズ数えてみましょう。なんでメジャーサード行って、シャープナインス行って、フラットナインス行って、1度行って、7度行って、6度行って、これサード行って、1度行くと。という感じですね。ここ。ディミニッシュスケール、コンディミと呼ばれてるところなんですね。そうなんです。なので解決ここでより強く感じるわけですね。という感じで解決をまたしてます再び。なので早いフレーズなんですけども、こういう細かいところで2回解決して、より強くドミナントモーションを感じるフレーズになっております。はい、ということで16分のどえらい早いフレーズなんですけども、こうやって分解することによってより自分のフレーズにも応用できますので、こういう感じでフレーズを見るということが大事になります。弾けなくても全然問題ないです。でも、ここで終わってはいけません。はい、今一つのポジションでやっただけになります。ついでに他のポジションもやってみましょう。これ長いフレーズなので、なかなかできないんですけども、とりあえず、1個6弦あたりのフレーズやってみましょう。はい、いかがでしょうか。こんな感じでできますね。やりにくいです。なので、ここの E フラットマイナー見ながら、このケイトシステム G フォームだね。これをマイナーにしたところという感じで見ていくと。という感じで、同じように3つのポイントやっていけば全然できますので。こういう感じで違うポジションでやることで新たな発見もありますので、ぜひぜひやってみてください。はい、でもまだ終わってはいけません。なんでだと、はい、ぜひぜひ違うキーでもやっていきましょう。はい、いかがでしょうか。今だと C のキーでありました。なので 2-5-G-Dm7-G7 のこうなります。よくあるところですね。 C というのは基本的に皆さんよくわかっているキーだと思います。ドレミの歌とかで耳なじみのあるものなので、 C に戻すことによってまた新たな発見もあります。はい、最後にアドリブ二回ししてみました。僕が最初適当に言って、このウエスモンゴメリのフレーズにつなげてみました。ぜひぜひ見てください。どうぞ。はい、いかがでしょうか。最後こんな感じで自分のフレーズからこのフレーズにつなげたり、もちろん逆もそうです。なのでいろいろ自分のフレーズ試してみてください。そうすることによってよりセッションとかで出やすくなりますので、はい、という感じで今日はここで終わりたいと思います。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。今日の動画いいねと思った方はぜひぜひコメント欄に書いていただくか、いいねボタンを押していただけるとぜひぜひありがたいと思います。で、今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタン、またはコメント欄に書いていただければと思います。もし何とも思わないよという方がいましたら、コメント欄に紙コップとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。